どうも、くまです。今回はですね、アークテリクスのジャケット、こちらのゼータ SL を紹介してみたいと思います。以前の動画でですね、こちらの同じくアークテリクスのゼータ LT を紹介してみたんですけれども、こちらもすごくいいジャケットでした。で、ゼータ LT を着てみたらですね、やっぱりこの人気のゼータ SL も僕着てみたくなってしまったんですよね。というわけで、今日はしっかりですね、このゼータ SL の良い面と、こんな人にはちょっとゼータ SL 合わないんじゃないかなっていう風な面も合わせて紹介していきたいと思います。はい、ということでゼータ SL ですね。まず基本情報から紹介していきたいと思います。アークテリクスのシェルとして大定番のゼータ SL ですね。価格は4万4000円でした。まあ、通年の使用回数を考慮すればまずまずの価格帯と言えると思いますね。で、僕がですね、魅力を感じたのはやっぱりこの重量ですね。重量は 310g で、とにかく本当に重さを感じないストレスフリーな着心地ですね。羽織っていて全くストレスはなくて、コンパクトに折りたため持ち運びも容易なので、本当に街や山での急な環境変化に強い一着ですね。表面の仕様としては 2.5 層のガーテックスファブリックを使用しています。で、一般的に3層と呼ばれるものは表面ファブリックがあって、その内部にゴアテックスメンブレンが施されていて、裏面のファブリックといった具合で3層構造に塗っているものを指します。で、これに対してですね、このゼータ SL のような2層 2.5 層と呼ばれる仕様は、表面ファブリックとゴアテックスは変わらず、裏地をですね、コーティングしている仕様を指します。まあ、そのため一般的には3層より劣化がちょっと早いっていう風に言われてますね。まあ、剥離が起こる可能性が高くなるデメリットの代わりに軽量化できるという風なメリットがあります。で、このゼータ SL は軽量化に重きを置かれているタイプっていう感じですね。で、裏地の仕様がですね、こちらはパックライトプラスという素材を採用していて、油分を弾き、肌への設置した際の不快感っていうのを軽減してくれるんですよね。なおかつですね、すごくこれ肌離れが良いです。着心地と軽量性が重視された素材であるため、ストレスなく本当に着用することができます。これ実際ですね、今僕半袖に着用して撮影しているんですけど、本当に肌に設置した際のですね、不快感っていうのがないですね。気持ちいいです、着ていて。ここがやっぱり特徴かなっていうふうに思います。で、サイズがですね、以前購入したこちらのベータ LT と同様に、今回もこちらゼータ SL は XS サイズを選んでみました。 XS だとややですね、このゼータ SL は僕個人ではここのデフォルテあたりがちょっとタイトな印象を受けたんですけど、まあ、個人的な用途としてミッドレイヤーを着用して活用するのではなく、春や秋の少し肌寒い時期に、まあ、上着として着用しようと思ったため、今回ジャストサイズを選んでみました。加えてですね、 S の場合この腕周りですね、このあたりがちょっと膨らんでやぼったく見えたので、そういった部分もスマートに着こなせるイメージの XS というところを選んでみました。ちなみに僕は身長171cm で体重58kg という形になってます。ぜひ参考にしてみてください。はい、そしてですね、このカラーですね、カラーはですね、グレーに近い今回クリプトクロムというカラーリングを選んでみました。まあ、個人的にですね、アウターにこういった色を選ぶことが今までなかったんですけど、このカラー実に感じ良いです。街や山での視認性の良いグレーという印象は保ちながら、落ち着いた感じをささえ感じさせてくれますよね。アークのカラーリングは原色によらず、こういったですね、絶妙な色使いっていうのが特徴の部分も毎シーズン楽しみなところですよね。初めはですね、ネイビーにしようかと思ってたんですけど、ネイビー着てみるとかなり上品な色使いでめちゃくちゃ良かったんですけど、アウトドアで使用するバックパックが僕グリーンベースが多いので、まあ親和性のありそうなこのグレートーンを今回選択してみました。今回ですね、このゼータ SL を購入した理由としてはですね、まあ以前も動画にしてるんですけど、僕はこちらのベータ LT を購入してます。こちら山と町兼用の目的として購入して、3層ゴアテックスファブリックの程よい厚みが気に入っている一着ですね。ミッドレイヤーをしっかり選べば春や秋だけでなく真冬も越せそうなので、本当にこの LT 購入してよかったなというふうに感じてます。にもかかわらず、このゼータ SL を購入した理由としては、やっぱりですね、携帯性と程よい生地の厚み感の着やすさというのが理由に上がります。ベータ LT にはですね、この携帯性っていうのはなく、やっぱり急な温度変化がある場合でも脱ぐかベンチレーションで対応するしかないんですよね。まあ、そういったことはもちろん分かってたんですけど、やっぱりさらにですね、気軽にアウトドアでの環境変化に対応できて、バッグにですね、気軽に入れることのできるレインウェアが欲しいなというふうに感じて購入しました。その点、とにかくゼータはですね、このゼータ SL は薄いんですよね。重量も 310g と軽量で、バックパック内で簡単に持ち運びが可能です。とにかくバッグ内に1着忍ばせておけば、おおよその環境変化には対応できるぐらいの便利さを持ってますよね。
でですね、着た感じのですね、生地感が適度にソフトなため本当に気軽に着用できる感じが嬉しいです。ゼータも適度な張り感と立体構造のカッティングによる動きやすさがあったんですけど、やっぱりですね、運動性という面ではこのゼータ SL に軍配が上がるかなというふうに思ってます。まあ、これから迎える梅雨であったり、山では雨や天気の急変が増えて、街では人混みだったり電車台の不快感っていうのが増してきますよね。嫌ですよね、本当に。そういった季節を迎える前にこのゼータ LT で感じたアークテリックスのシェルが持つ良さっていうのを違うタイプのウェアで感じてみたかったっていうのがこのゼータ SL を購入した理由ですね。加えてですね、これまで長く着用してきた、まあ今ももちろん着用してるんですけど、このノースフェイスのですね、クライムライトジャケットと使用感がですね、個人的にすごく似ているなっていうふうに思ってます。で、動画だったりブログ記事で比較してる人も少なかったため、単純に好奇心として使用してその良し悪しを僕比べてみたかったんですね。この同じようなですね、ポジショニングに位置しているゼータ SL とですね、ノースフェイスのクライムライトジャケット、こちらのですね、比較動画っていうのもぜひ今後上げていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。はい、それではですね、ここからですね、ゼータ SL に感じた今一つだったなっていう部分ですね。今一つというか、こういう風に感じる人はゼータ SL がちょっといまいちだなっていう風に感じる部分もあるんじゃないかなっていう部分ですね。そういったところを紹介していきたいと思います。ちなみに僕はこのデメリットを感じてもメリットの方が多いと思って購入に至ってます。まあ、比較検討する内容として聞いてもらえればなという風に思ってます。こんな人に合わないかなっていう理由3つあるんですけど、1つ目です。1つ目がですね、コストパフォーマンスを重視したい人です。まあ、このゼータ SL は先ほども紹介しましたが、3層ゴアテックスではなくですね、2.5 層のゴアテックス仕様なんですよね。内側はもちろんコーティングが施されているんですけど、ある程度の年数で劣化して剥離してくる危険性があります。この内側がボロボロになってくるっていう形ですね。これはもちろん 2.5 層の宿命ではあると思うんですけど、3層に比べて耐久性が弱いジャケットに対して44,000円という価格はね、これ個人的には絶妙にちょっと高いんじゃないかなっていうふうに思ってます。確かにですね、使いやすさはもちろんあるんですけど、アークテリックスの魅力の一つといえば、考え抜かれたこの洗練されたデザイン、10年経ってもどんなボトムにも合うといった思想もあるだけに、3層に比べて早いタイムで寿命を迎えてしまうっていうのは、これちょっと僕残念な点かなというふうに感じました。で、この 44,000円という価格が全体的な使いやすさやスペックに対して高いとは思わないんですけど、寿命っていう点に関して言えば、3層で比較的長持ちするこういったプライムライトジャケットを購入するという選択肢もやっぱりありえますよね。なので、正直コストパフォーマンスを重視する方はこのゼータ SL はもしかしたらちょっと合わない部分なのかなというふうに思ったりもしてます。まあ、長持ちさせたいのであれば、この中のレイヤーを良質なものにして、なるべく内側のコーティングに汗や皮脂の負担を与えないということが大事ですよね。なんか洗濯においては手洗いだったり陰干しが望ましく、脱水は劣化の原因となりますよね。物を愛する気持ちで適宜メンテナンスだったりケアができる人であれば、長く使えるプロダクトだと思います。コストパフォーマンス面で考えると、ちょっとってなる部分はあるかなっていう感じですね。そして2つ目です。2つ目はですね、ゴアテックスの性質に期待しすぎている人です。これちょっとですね、表現が難しいんですけど、説明していきます。まあ、山と町両方で使えるといったようなイメージが強いこの万能なゼータ SL、 確かに山で使えるんですけど、僕もですね、山で使うように購入した面もあります。ただですね、ここですね、ベンチレーションがない部分というのは仕様としてはやや物足りないなというふうに思ってます。まあ、そういったところがない、シンプルなスペックというふうな良い見方ももちろんできるんですけど、個人的にですね、運動中にダイレクトに空気循環できる機能が欲しかったなっていうのが正直なところです。ただまあ、ベンチレーションが加わったりすることで 44,000円という価格がもうちょっと上がってしまうのであれば、まあ致し方ないのかもしれないですね。で、肝心なところはここからです。ゴアテックスが撥水透湿性に優れているということはもちろん広く知られていますが、勘違いされがちなのがですね、透湿のスピードなんです。常に内側の湿度を外に排出してくれているわけではないんですよね。ゴアテックスが機能を発揮するには、まずこのウェアの内部、中が蒸れる必要があるんですよ。つまりこのファブリック内の蒸れを解消するには、一度ファブリック内を蒸らすという矛盾した工程が必要になるんです。なぜかというと、内部に配されているゴアテックスメンブレンはファブリックの内と外の水蒸気圧差がないと機能しないからなんです。そしてですね、このウェア内の湿度がウェアの外にゴアテックスを通じて排されるには時間がかかるんです。
つまりですね、不快な時間をある程度経なければ糖質の快適性を得ることっていうのはできないんですよね。ゴアテックスであれば常にここが糖質されて快適っていうことが約束されているわけではないんですよ。その際に有利な仕様としてウェア内の若干の空気循環の役割を果たしてくれるこのベンチレーションが必要になってくるんですよね。このベンチレーションがあることで体感的にはやや快適に過ごせ、なおかつ発汗などの自然な蒸れが時間をかけてウェア内の温度を上げてくれ、ゴアテックスは良質な機能を発揮してくれるという理想的な保湿効果を得ることができるんです。そう、ゴアテックスがあるからといっていきなりこの中の湿度がゴアテックスを通して外に出るっていうわけではないんですよね。ある程度の時間を有さないとこのゴアテックスっていうのは機能を発揮しないんですよね。こちゃんとですね、根拠もありまして、アメリカの研究機関がゴアテックスについて実験したデータっていうのはこちらになってるんですけど、こういった感じで緩やかに糖質機能が発揮されているっていうのがわかりますよね。じゃあですね、ジップを開けてこういった形で全開で歩けばいいのではないかっていうふうに思うと思うんですけど、晴れている街だったり山であればそれでももちろんいいかもしれないです。ただですね、アウトドア、登山において雨天環境で体を濡らすっていうことは絶対に避けなければいけないことです。なぜなら水が体に少しでもつくことで体温を奪っていき、体力低下だったり事故につながる安全性の問題が出てくるからです。なので多くの人が街でも山でも使えますというような感じでブログの記事だったり動画で発信してると思うんですけど、もちろんそれは合ってます。僕もその目的で購入してます。ただですね、こういったゴアテックスの糖質性の本来の機能面っていうのをしっかり理解した上で購入するっていうのがやっぱり正解なんじゃないかなというふうに思ってます。的確なタイミングだったり環境を把握した上で山での運用するっていうのが望ましいというふうに個人的に思ってます。はい、そして3つ目です。これ意外かもしれないんですけど、これはかなり僕の個人的な考えに基づきます。3つ目は人と被りたくない人です。これはですね、だいぶちょっと個人的なイメージにはなってくるんですけど、アークテリクスを好んで使用しているユーザーって街で見かけるこのシソチョウのマークですね、このロゴにどこか目が行ってしまいませんか。例えばですよ、例えば自分がユニクロだったり無印良品の990円の T シャツなんかを着ていて、街で同じ洋服を着ている人とすれ違ったりしても、あ、被ってるなぐらいにしか感じないと思います。なぜならこれは価格が安価で被っているっていうことがあらかじめおおよそ分かっているからなんですよね。しょうがないなっていう感じです。まあ、一般的にこういったアークテリックスのプロダクトが紹介されている時って、まあ、よしあしは別にして、このノースペースだったり例えばパタゴニアだったりそういったプロダクトに比べて着用している割合がやや低いと思うんですよね。なので差別化に有効とされている場合が多いです。そういった紹介をしている場合が多いですよね。ただですね、このアークテリックスのゼータ SL は大人気ジャケットであるがゆえに、とにかく街で着用しているとよく見ます。よく見るというか、よく目についてしまいますよね。そしてカラーはブラックが定番ですよね。どのブログ記事だったり紹介動画を見ても大体ブラックが出てるんですよね。今回購入した直営店に聞いた話でもブラックカラーはどこも品切れっていう風な感じで話していましたね。やっぱり人気なんですよね。そう、他のブランドと差別化を目的として購入したジャケットのはずが、結果的に人と被ってしまうようなイメージを持ってしまうことが多いシリーズなんだと僕は思ってます。僕はちょっとそういった部分を避けたいなというふうに思って今回珍しいカラーリングを選んでみました。通常の洋服選びであったらほとんどですね、僕ブラックだったりネイビーを選んでしまう無難な人間なんですけど、珍しくですね、アークテリクスに関してはニュアンステイストのこういったカーキであったりグレーっていうのを選んでます。ゼータといえばブラックなのかもしれないんですけど、街で人と被ってしまう可能性が高いっていう面はちょっと覚悟した方がいいのかもしれないですね。はい、それではですね、実際にゼータ SL を着てみた様子を紹介してみたいと思います。まずシャツ1枚の上から着てみた様子ですね。かなり気軽に着られて気持ちよかったですね。どんな環境にしてもこの1枚があるかないかで行動範囲も変わってくるんではないでしょうか。便利な一着ですね。アークテリクスはアウトドアユースだけでなくタウンユースとしての便利さも名高いと思うんですけど、このゼータ SL はまさにその代表ともいえるプロダクトですよね。ベータ LT の方は着用している安心感が高かったんですけど、このゼータ SL は持っておく安心感が高いですね。こちらは背面ですね。背面もやぼったい広がりを感じません。アクテリクスのプロダクトはこのスマートなシルエットは個人的にすごく好みですね。街中でもスマートに見せてくれるのでどんなウェアにも親和性が高いですよね。加えてですね、今回選んだカラーリングがやっぱりアーバンスタイルに合ってくれてますね。どこか洗練されていて都会的であり、定番のブラックとはまた違った落ち着きのある特別感を演出してくれますね。はい、ということで続いては各部を紹介していきます。
まず首周りですね。首周りはパリッとしていて、襟を立てて風を防ぐのが気持ちいいような仕様になってます。こういった首周りの守られるような感覚はソフトセルにはないので、コンパクトなレインウェアとしてはかなり僕アドバンテージが高いんじゃないかなというふうに思ってます。こちらストームフードフードですね。フードも大きさは十分です。梅雨時期でもしっかりと活躍してくれそうで、とっても心強いですね。当然頭頂にあるドローコードを引いて顔周りにフードを集めることも可能です。ソフトシェルの場合、こういった部分も柔らかすぎる仕様が多いとは思うんですけど、ゼータSLはパリッとした印象で心強いですね。で、首周りの保護感はですね、ベータほどではないんですけど、こういった感じでネックラインとフェイスラインをしっかり覆ってくれるので、春先の強い風や秋口の急な天候変化にはうまく対応してくれそうです。続いて袖周りはこういった感じですね。ベルクロは細めな作りになっていて、袖口も太すぎず細すぎずでちょうど良い感じが取り回しやすそうです。ジャストサイズを選んだんですけど、立体構造を採用しているので腕周りなどの細い部分も締め付けがなく動きやすいですね。ただ若干僕の場合はですね、首周りが少しタイトに感じるかなとは思いました。きつくはないんですけど、こういった部分的なサイズ感が人によって異なるので、試着はやっぱりした方がいいですね。そして中央のジップは止水ジップになってます。こちら止水ジップになってるんですけど、ベータ LT のものとはやや異なっている感じですね。で、脇下のベンチレーションがですね、ゼータSLはありません。まあこの点がすっきりした印象にはなっていると思います。こういった部分はですね、着やすさにもやっぱり影響してくるので、ありなしっていうのは好き好きあると思うんですけど、アウトドアでの使用想定であればやや残念だなというふうに思う部分ではありました。はい、続いてポケットです。ポケットはですね、低めのちょうど良い位置についています。自然な姿勢でポケットに手を入れることができますね。こちらも同様に止水ジップになってます。はい、最後にですね、腰回りです。ゼータSLの腰回りは他のシリーズに比べて前と後ろの長さの差がより大きなものになっているのが特徴ですね。このゼータSLは前の方がかなり短く、後ろがすっぽりと尻が隠れるカッティングですね。前からはスタイルよく見せることができ、カバーしにくい背面はしっかりと雨風から守ってくれる仕様です。もちろんドローコード付きで絞ることも可能です、という感じですね。以前購入したベータとはまた違う着心地なので、用途に分けてしっかり使い分けができそうな点が良かったですね。まあ、ゼータはですね、真夏以外であればシーン問わずオールシーズンで使えそうです。これからの梅雨時期にもぴったりですし、荷物が多い場合でもかさばらないコンパクトさがやはり嬉しいですね。アウトドアテイストに一つ感じよさを加えてくれるようなジャケットなので、普段アウトドアファッションを着ることの少ない人もコーディネートに取り入れやすいんじゃないかなというふうに思いますね。ということで、実際に着てみた様子を紹介してみました。はい、ということでですね、今日はこのアクテリクスのゼータSLを着用して感じた良かった点だったり、こういう人はちょっと合わないかなっていう部分を紹介してみました。まあですね、ポイントとして3つまとめてみると、1つ目がソフトシェル感覚で使える薄さと軽さ、バッグに入れておきたいジャケットっていうところですね。2つ目は街や野外でも使える汎用性の高さ、季節を問わず活躍の場が多そうっていうところですね。そして3つ目はアークテリクスやシェルを着用したことがない方も手に取りやすい機能性とデザインっていうのが本当に優秀だなと思ってます。この3つがすごいいい点だなっていうふうに、このゼータSLに関しては思ってますね。まあですね、妻からすれば、僕ニューバランスも好きなんですけど、ニューバランスだったりこのアークテリクスだったり、なんで同じやつ何枚も買ってるのとか、またその鳥のやつとか、まあ、同じような鳥のマークのジャケットを何着もかは僕の気がもちろん知れないと思うんですけど、まあ、用途やシーンによってこういったベータ LT だったりゼータ SL だったり使い分けるっていうのもすごく面白いと思いますし、こういった使い方もいいのではないかなというふうに思ってます。まあ、夏場以外はですね、活躍すること本当に必死のジャケットだと思いますので、ぜひ皆さん一度チェックしてみてほしいです。ゼータSLの紹介でした。ということで、このクマログ生活の山小屋ではライフスタイルやガジェット、ファッションについて日々発信をしています。今日の動画参考になったよ、少しゼータSL着てみたくなったなというふうに思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録だったりいいねボタンをお願いいたします。本当に皆さん最近見てくださっている方が増えてきて、本当に嬉しい思いでいっぱいです。皆さん本当に見てくださったり、こういうのがあるよとか、こういう感じの洋服いいですねっていう風なコメントをいただいて本当に嬉しいです。励みになってます。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。それではまた次回のクマログ生活の山小屋でお会いしましょう。バイバイ。